はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、モチュールオーテック GTR スーパー GT GT500 2018ラウンド2フジウィナーカラーを紹介します。はい、シールを貼る前はこんな感じになってます。ぐるっと一周見てみようかな。ボンネットの部分と側面だね。で、後ろの方と、で、運転席側の方かな。で、上の方だね。2017年と2018年のバージョンでは基本的なボディカラーは同じだね。で、ボディ形状もなんとなく同じだと思います。で、今回も付属されてたシールを貼っていきます。すごいたくさんあるからくじけないようにしようかな。はい、シール貼り終わりました。今回も全部でシールは40枚ぐらいあったかな。でもなんとか貼り終わりました。で、フロントの方を見ていくとこんな感じだね。モチュールとかオーテックとか GTR っていうのがプリントされてて、それ以外はこの辺りはシールだね。で、ボンネットのところはこんな感じだね。ゼッケンナンバーは23番です。で、フロントガラスのところは日産日本を元気にっていうシールだね。で、ルーフの部分はここは全部プリントだったね。で、側面を見ていくとこんな感じだね。すごくたくさんのスポンサーのステッカーとかデザインがされてるね。でも、ここのオーテックモチュールとかニスモっていうこういうところはしっかりとプリントになってました。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。後ろの方もレースカーらしくたくさんのスポンサーのデザインがされてます。で、運転席側はこんな感じだね。基本的に反対側と同じデザインになってます。で、リアウィングの部分はこんな感じだね。日産ってプリントがされてあって、側面の部分はステッカーになってます。で、この側面のステッカーの部分はもう一種類あったね。ニスモバージョンとキャラクターバージョンだね。今回はキャラクターバージョンを貼りました。で、上から見るとこんな感じだね。こういうところにも細かなスポンサーのシールがあったね。で、今回も運転席の方にはレーサーが乗ってるね。今回も2017年と同様、オレンジ色のレーサーがステアリングを持って運転席に乗ってます。で、今回はバックカードもついてるね。こんな感じでコレクションで飾ることもできます。で、タイヤの方はサスペンションがついてます。で、ギミックはそれ以外は特にないね。で、タイヤの側面はミシュランのステッカーになってます。で、裏の方は日産 GTR レーシングナンバー50番の2008年のシャーシになってます。こんな感じでたくさんのスポンサーのシールとかがあるけど、やっぱりレースカーの雰囲気が出ててすごくいいね。で、スーパー GT ラウンド2の富士のウィナーカラーっていうところも魅力的かな。はい、こんな感じでモチュールオーテック GTR を2台並べてみました。こちら側が2017年で、こちら側が2018年カラーです。基本的なボディカラーは同じだね。で、フロント部分はこんな感じだね。フロントのプリントの部分は同じになってるけど、スポンサーのシールがやっぱり違うね。で、ボンネットの部分はこんな感じだね。ボンネットの部分のプリントの違いはこの中央の部分のロゴの違いかな。それ以外は基本的には同じになってます。で、フロントガラスの部分はシールが違うね。で、ルーフの部分はこの部分はモチュールオーテックなので同じになってるね。で、側面を見ていくとこんな感じだね。やっぱりカラーリングのデザインは同じだね。2017年で2018年バージョンです。やっぱりスポンサーのロゴの違いになってます。で、後ろの方はこんな感じだね。2017年で2018年バージョンです。
後ろのデザインとかも基本的には同じだけど、やっぱりスポンサーのロゴのシールの部分が違うね。で、運転席側はこんな感じだね。基本的にはやっぱり反対側と同じデザインになってます。で、ルーフの部分は2017年で2018年だね。この辺りのシールの違いがあるかな。それ以外は同じになってます。シャーシの方は日産 GTR レーシングナンバー50番の2008年のシャーシだね。2017年で2018年なので同じシャーシになってます。はい、こんな感じでボディの形状とかシャーシの部分は同じだったね。あとボディの塗装のデザインも同じになってました。で、2017年と2018年でスポンサーロゴの違いと、あとは2018年バージョンはスーパー GT のラウンド2のフジウィナーカラーっていう、その部分の違いかな。せっかくだったらどちらもコレクションにしておきたいかな。箱の方は正面のパッケージにモチュールオーテック GTR の写真だね。で、この部分にウィナーのロゴがプリントされてます。で、側面はこんな感じだね。で、裏の方はこんな感じになってます。はい、こんな感じで2017年と2018年のパッケージを比べてみます。一番の違いはこの車体の向きも違うけど、この部分にウィナーって書いてるか書いてないかの違いかな。で、側面の方はこの部分に2017年と2018カラーっていうのが書いてあるね。で、反対側の側面はこんな感じだね。2018年の方にはキャラクターのデザインがプリントされてます。で、上の部分を見ていくとこんな感じだね。ここにラウンド2富士ウィナーって書いてあるね。で、こっちは2017年のバージョンです。で、裏の方はこんな感じだね。2018年で2017年のバージョンです。はい、今日はモチュールオーテック GTR スーパー GT GT500 ラウンド2富士ウィナーカラー2018を紹介しました。で、今回はこの2017年バージョンと2018年バージョンも比較してみたけど、大きな違いはやっぱりこのスポンサーロゴの違いだったね。過去に発売されたこの2016年とかクラフトスポーツバージョンとも形は同じでした。で、今回のこの2018年バージョンはバックカードとかがついて1300円だったね。だけど過去の2017年バージョンは1800円でバックカードがついてなかったよね。そう考えるとこの2018年バージョンはお買い得かもしれないです。今後もこのスーパー GT シリーズが続いていくんだろうけども、新しい金型に変わってくれるのかな。楽しみに次回作を待っておこうと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。